首相官邸に向かって抗議のスピーチをしていただきます。安倍首相、日本共産党参議院議員木村淑子です。今日は仙台原発合格支援者賞のパブリックコメントの締め切り日だということですが、どう考えてもこの支援者賞案は不合格ですか？だって規制委員会の審査では宮殿が出してきた重大事故の解析データ、それそのまま鵜呑みにして合格って言ってるじゃないですか。あの福島第一原発の事故の前の保安院や安全委員会のチェックでさえ、電力会社とは別のデータで解析するクロスチェックっていうのを行っていたんですよ。それすらやっていない今の規制委員会の審査がどうして世界一安全だと言い切れるんですか？そんな状況での原発再稼働絶対に許しません。科学的技術的にも最適とは言えないじゃないですか。何よりも今日は日本の稼働原発がゼロになってから11ヶ月目に当たるんです。この11ヶ月間、稼